こんにちは、シネマプロムナードへようこそ。今回は淀川長治氏一押しの恋愛映画東への道についてお話しします。ストーリー。アメリカ、ニューイングランド地方の人里離れた村の田舎娘、アンナ・ムーアは、食を求めて東部に住む親戚、トレモント家を頼り、一時その家に置いてもらうことになります。美しいアンナを見て、その家の息子でプレイボーイのレノックス・サンダースンがすぐに求婚します。幸せをつかんだと思ったアンナでしたが、サンダースンとの結婚は偽りであり、妊娠した挙句捨てられてしまいます。ほどなくして共に悲しんでくれた母が亡くなり、一人残されたアンナはベルデン村にひっそりと隠れ住みます。やがて生まれた子供も病気になり、洗礼を受けて間もなく死んでしまいます。アンナはその後遠方へ移転し、地主のバートレット家の女中となります。息子のデイビッドとの間に恋が芽生えますが、自らの過去を忘れられないアンナはデイビッドの求愛に応えることができないでいました。実はサンダースンはバートレット家の近くに住んでおり、その家の下の娘にも言い寄っていました。そこでアンナが雇われているのを知り、彼女に過去を暴露すると脅します。ある日、バートレット家の上の娘が裁縫の会でベルデン村の女主人と偶然出会い、アンナがその地で密かに出産していたことを知ります。それを聞いた厳格な父、バートレットは、外が猛吹雪であるにもかかわらず、アンナを追い出します。アンナは猛吹雪の中をさまよい、ついに力尽きて失神しますが、大地に思えたその場所は凍りついた川の上でした。アンナを探していたデイビッドは、失神したアンナが氷と共に流されていく様を見て救出に向かいます。アンナが滝壺に飲まれる寸前、デイビッドはアンナを救出し、近くの小屋で解放します。駆けつけたバートレットもアンナの不幸な身の上を知って彼女を許し、アンナとデイビッドは晴れて結ばれるのでした。東への道は D.W. グリフィス監督による1920年公開のアメリカのサイレント映画です。未だ映画の技法が確立されていない中、さすがに映画の父と呼ばれるだけあって、グリフィスの頻繁なカットつなぎによる優れた物語構成は見事です。中でも最大の見せ場は、グリフィス得意のラストミニッツレスキューが遺憾なく発揮されるクライマックスにあります。荒れ狂う猛吹雪や川を流れる氷の上のアンナ、それを追いかける恋人のデイビッド、その先に待ち受ける激しい滝の描写などが評判となり大ヒットし、ブロードウェイでは1年以上のロングラン上映となりました。 DVD の最初に収められている淀川長治氏の解説によれば、氷結した川の上の演技で実際にリリアン・ギッシュが凍死しそうになった、命がけの撮影だったと語っています。淀川氏が隠れた名作、恋愛映画の原点と呼ぶ名作です。この機会にぜひご鑑賞ください。 David Warp Griffith。 D.W. グリフィスは映画の父と呼ばれるアメリカ映画草創期の映画監督です。映画文法の基礎を築いた人物であり、様々な映画技術、モンタージュ、カットバック、クローズアップなどを確立して映画を芸術的な域へと高めました。アメリカ初の長編映画国民の創生やイントレランスなどの作品は彼の技術の集大成的な作品であり、現在でもアメリカ映画の名作として数えられています。グリフィスはそれまでのワンシーンワンショットによる撮影から、一つの場面を複数のショットで構成させるモンタージュ技法を確立させました。それによりショットとショットをつないで劇的な効果を生み出すことに成功しています。グリフィスのモンタージュは時間の連続性を失わせないように複数のカメラを使うマルチカバレッジという方法で撮影されたのが特徴で、
この方法は当初多大な撮影予算がかかるため敬遠されていましたが、戦後に黒澤明が7人の侍の合戦シーンを複数カメラで撮影したことをきっかけにハリウッドでも普及し一般的になりました。またモンタージュに関しては1920年代にセルゲイ・エイゼンシュテインなどのソ連の映画人たちがモンタージュ理論として体系化しました。リリアン・ギッシュ。リリアン・ギッシュはサイレント映画時代を代表する映画スターであり、映画女優としてのキャリアは実に75年間に及びました。D.W. グリフィス監督作品で清純可憐な役柄を演じたことで知られ、アメリカ映画のファーストレディと呼ばれました。当時の人気女優メアリー・ピックフォードの紹介で映画界に入り、グリフィスの見えざる敵で映画デビューしています。以降グリフィス作品に欠かせない女優として国民の創生、イントレランス、散りゆく花などに出演。二人は生涯を通じて芸術家同士として尊敬し合う友情で結ばれていました。なおリリアン・ギッシュは本作東への道から67年後の1987年、なんと94歳で8月のクジラで当時79歳のベティ・デイビスと共に名演を見せています。今回はこれで終了です。この動画がお気に召した方はぜひグッドボタンをお願いします。よろしければチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それではまた次回別の作品でお会いしましょう。ごきげんよう。